はい、議長。15番、沼田信義君。皆さん、おはようございます。会派清流を代表して質問させていただきます。現在、中国武漢市からの新型コロナウイルス感染症が世界中に広まっております。小矢部市においては、去る2月の22日に対策本部を立ち上げられ、その後、安倍首相の要請により、3月2日から市内小中学校が臨時休校となっております。こんな時こそ皆さん、力を合わせて冷静に対策を講じていかなければならないと思います。さて、今回は4点について質問いたします。第1点目は、令和2年度予算についてであります。本年の11月に開館を目指す市民交流プラザ、今月に開館予定の新市民図書館、イスルギ駅前広場の植栽や照明設備、駅前駐車場の機械ゲート設置の7月中の完成によるイスルギ駅周辺整備事業の完了、また今月中に完成予定の津沢あんどんふれあい会館、そして4月に開園予定の大谷神田こども園と大型事業が完了し、これからまさに小矢部が花を咲かせる年度として迎えることになると思います。そういった意味で時代へつなぐ実行予算と位置づけられております。その所信をお伺いいたしたいと思います。しかしながら市の貯金であります財政調整基金が約4億円であります。最低でも10億円は必要と思われます。大型予算には地方債がついて回ります。市の地方債残高は平成28年度末では140億5千万、平成29年度末では143億1千万、平成30年度末では161億円、令和元年度末見込みでは181億1千万、令和2年度末見込みでは181億7千万円と確実に増えております。市の財政状況に不安を感じる市民も少なくないでしょう。昨年の秋には議会への説明として、実質公債費比率は現在 15.1% で、令和5年から令和6年にかけてピークとなるが、18% は超えませんよ。そしてまた将来負担比率は、平成29年が 165.2%、平成30年が 174.4%、令和元年が 20% 以上になるが、これをピークに下がると説明を受けましたが、今回補正で出ているギガスクール構想のように予定しない記載の像もあります。市民への財政不安を払拭する意味でも、令和2年度から向こう5年間の実質公債費比率と将来負担比率の予測をお伺いいたします。2点目は新型コロナウイルス感染症対策についてであります。今世界を震撼させている新型コロナウイルス感染症対策について、さまざまな情報が錯綜し日々変化する中で、どのような行動を取るのがよいか、市民の不安を払拭することができない現状にあると思います。小矢部市では3月2日から始まった異例の小中学校休校措置は混乱を伴いながらも最初の週を終えましたが、6日の市新型コロナウイルス感染症対策本部において、本日9日から
24日まで働く保護者を支援するため、市内の全5つの小学校で児童の自主登校を受け入れる。小中学校の卒業式では保護者の出席を各家庭2人までにすることを決められました。苦渋の選択であったと思います。ここでお伺いいたします。一つ、国県との連携はどうなっているのか。二つ、県の対応指導体制はどうなっているのか。三つ目、市の対応と市民への働きかけはどうなっているのか。四つ目、万が一小矢部市内で感染が確認された場合の対応マニュアルはできているのか。五つ、県市の検査体制はどうなっているのか。六つ目に、医療関係との連携は取れているのか。七つ目に、対策本部立ち上げてからどのような活動を行ってこられたのかお伺いいたします。3点目は総裁費無料化についてであります。去る2月の13日に会派の視察で岡山県玉野市を訪れました。玉野版障害活躍の街を勉強したわけでありますが、玉野市には総裁費無料制度があり、私たちは本当に驚きました。それは市民による有形無形の貢献に対して最後を少しでも報いるため、昭和48年から時の市長が総裁費無料制度を実施されました。それが今日まで続いているということでございます。これは市民の方がお亡くなりになった場合や、喪主が市民である場合、市所有の祭壇の使用貸し出し無料、葬祭用消耗品無料、霊柩車の使用無料、斎場使用料無料等であります。日本では玉野市だけではないでしょうか。小矢部市でも検討されてはいかがでしょうか。この件につきまして私の言いたいのは、市民の有形無形の貢献に対し小矢部市ならではの施策事業を考えていただきたいということであります。4点目、最後になりますが、公営住宅の空き室についてであります。小矢部市では定住促進対策、人口減少対策における重点施策として、定住促進賃貸住宅家賃助成の新婚世帯への支給期間を最大24ヶ月から36ヶ月に拡充するとともに、最大100万円の定住促進住宅取得助成制度の継続や、移住カフェの開催などを通して新婚世帯などの小矢部暮らしを応援し、移住定住に向けて積極的に取り組んでおられます。そんな中、市営住宅の空き室が、目立っております。現在募集可能な空き室17個、修繕住宅が10個となっております。いわゆる27個が、入居可能かなと思います。特に特高賃イスルギ住宅では13戸中6戸が空き室となっています。定住促進人口減対策の観点から早急な対策が必要ではないでしょうか。以上、代表質問といたします。市長、桜井森雄君。沼田議員によります会派清流の代表質問にお答えをさせていただきます。最初のご質問は令和2年度予算について2点お尋ねでございます。
まず次代へつなぐ実行予算への所信についてお答えをさせていただきます。提案理由の説明の中でも述べさせていただきましたが、令和2年度は元年度からスタートいたしました第7次親菱総合計画の2年目の年度であるとともに、本市が持続的に発展するために進めてまいりました近年の大型事業が完了に至り、その成果がいよいよ花を咲かせる年度になるものと考えております。特に市民交流プラザにつきましては、本年11月の開館を目指し着実に整備を進めてまいります。イスリン駅周辺整備事業につきましては、本年3月に新市民図書館が開館予定であるとともに、イスリン駅前広場の植栽や照明設備工事、駅前駐車場の機械ゲート設置工事等を7月中に完成させ、おおむね当事業が完了に至ることで、駅周辺の都市機能や市民サービスが飛躍的に向上するものと考えております。また津沢地区のまちづくりの推進を目的とした津沢あんどんふれあい会館が本年度中に完成をし、本年4月に開館する予定であり、津沢地区のにぎわいの創出につながるものと考えております。さらに平成30年度から整備を進めてまいりました大谷神田こども園につきましても、4月の開園に向けて準備を進めているところであります。このように大型事業が完了に至り、こうした大きな変化の中にある本市の状況を踏まえ、令和2年度の予算につきましては、今後の持続的な発展とさらなる魅力向上と躍進を目指し、次の時代に着実につないでいくという思いを込め、時代へつなぐ実行予算と位置づけたところであります。引き続き本市が掲げる将来像、魅力安心充実幸せ親部の実現に向けたさらなる市政の進展を目指し、市民一人一人が親部市に住んでよかったと実感できるまちづくりを着実に進めるため、私自身が市職員の先頭に立ち、本市の持続的発展のため全身全霊を傾けて市政に取り組んでまいる所存であります。次に向こう5年間の実質交際費比率と将来負担比率についてのお尋ねでございます。自治体の財政の健全化を示す財政指標であります健全化判断比率のうち、実質交際費比率と将来負担比率につきましては、その主な変動要素は、議員ご指摘にもありましたように、地方債償還額や地方債残高の大きさであります。で、議員ご質問の令和2年度から向こう5年間の両指標の推計値につきましては、令和2年度当初予算および令和元年度3月補正後予算などを踏まえ、試算をいたしましたところ、実質交際費比率につきましては、イスリ駅周辺整備事業にかかる市債の元金償還の開始等により、令和5年度には 17% を超えてピークを迎え、さらにその後、新図書館整備事業や統合子ども園整備事業にかかる市債の元金償還開始によりまして、数年間は 17% 台で推移をいたしますが、地方債の発行に知事の許可が必要となります 18% は超えず、その後低下をしていくと見込んでおります。また将来負担比率につきましては、統合子ども園整備事業や新図書館整備事業など大型事業にかかる市債の借り入れにより令和元年度末には 200% を超え、さらに市民交流プラザ整備事業にかかる市債の借り入れにより、令和2年度末にピークを迎えるところであります。令和3年度以降は徐々に低下をしていくと見込んでおり、今後の借り入れによりますが、令和7年度末には現在の同水準の 170% 台になる見込みであります。今後とも第7次総合計画実施計画を踏まえながら、引き続き事業の選択と集中、さらには平準化を図ることにより、
計画的なまちづくりと健全な財政運営の維持に努めてまいりたいと考えております。ご質問の2点目は、新型コロナウイルス対策について、その中で4点お尋ねでございますので、順次お答えをさせていただきます。まず1点目、国や県との連携および県の対応指導体制についてのご質問でありますが、感染症対策といたしまして、国の最新情報につきましては、県を通じて逐一情報提供を受けております。県との連携といたしましては、メールや電話による情報発信などにより、情報共有を行っております。また、県砺波厚生センターおよび砺波厚生センター親別所を通じ、感染症対策に関する指導協力を得ており、本市といたしましては、これらを受けて、市民への広報や感染予防対策などに取り組んでいるところであります。次に、県、国からの全国小中高の臨時休校要請への対応についてお答えをさせていただきます。ご承知のとおり、2月27日の夕方に開催されました、国の新型コロナウイルス感染症対策本部において、内閣総理大臣から小学校、中学校、高等学校および特別支援学校において、3月2日から春休みに入るまで、全国一斉の臨時休業を要請するとの方針が示されたところであります。この要請につきましては、今がまさに感染の流行を早期に収束させるために、極めて重要な時期であることを踏まえ、何よりも子どもたちの健康安全を第一に考え、多くの子どもたちや教職員が日常的に長時間集まることによる感染リスクにあらかじめ備える観点から指名されたものとされております。また、県教育委員会から同日午後8時ごろに、国の要請を受け、県立高校も3月2日からの臨時休校を実施するなどの対応を行うので、市教育委員会も県立高校の例に倣って検討をしてほしいとの緊急の連絡がございました。このことを受け、本市では翌日2月28日に、市小中学校長会での検討を経て、市総合教育会議において協議、検討の上、国の要請に基づいて、3月2日からの臨時休校を行うことを決定し、同日中に保護者に対し、臨時休校のお知らせを送付をいたしたところであります。で、その後、文部科学省からは、臨時休業の期間や形態につきましては、地域や学校の実情を踏まえ、各学校の設置者において判断いただくことを妨げるものではないとの事務次官通知があり、また、県教育委員会からは、県立学校長に対し、学年末考査、入試関係、それから進路指導、卒業式等、その実施について、事情やむを得ないものと学校長が判断をされたときには、県立学校課長と十分協議の上、登校させることができるものとするといった内容の県教育庁通知が発出をされたことから、本市としましても、このような国、県の具体的通知を踏まえ、市の小中学校校長会等において、学校行事の実施方法等について再検討を重ねる一方、市新型コロナウイルス感染症対策本部において、協議、検討を進めてきたところであります。その結果、教育委員会において、卒業式につきましては、いくつかの制約の下ではありますが、基本的に保護者も出席をいただいて開催すること、また保護者の事情により、日中自宅で過ごすことが困難な児童に対し、適切な居場所を確保するため、放課後児童クラブに登録されていない児童で、かつ保護者が就労等により家庭にいないため、対応できない小学生を対象に、
自主登校を可とすることと決定をいたしました。今後も国県が示す指針を踏まえつつ、迅速かつ適切な対応を取ってまいりたいと考えているところであります。2つ目の、市民への働きかけにつきまして、市ホームページ、関係機関へのチラシ、それからポスターの提供、市民への啓発チラシの配布など、感染予防対策の普及啓発を行っております。また、健康福祉課に健康相談窓口を設置をしまして、適切な相談窓口の紹介、市民への感染予防対策についての情報提供を行っております。で、市内で感染が確認された場合の対応についてのお尋ねでございますが、県内に感染者が確認された場合には患者の住所、地等詳細につきましては原則公表されないと県から伺っております。そのため本市は市内の患者の発生の有無を直接把握し関与することはできませんが、可能な限り情報収集に努め、県や市の医師会と連携を図り、及びし新型インフルエンザ等対策行動計画を参考にした対応を行うことといたしております。具体的には濃厚接触者の状況など関係機関関係団体との情報共有を図り、県の助言、指導と協力を求めながら、適切な対応を行うことといたしております。また、広く市民に向けて、感染予防の対策について、具体的な情報提供を行い、市民が安心して生活ができるよう、正確な感染予防対策の普及に努めてまいります。3点目の検査体制につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染が強く疑われる場合は、行政検査である PCR 検査が実施されます。これは厚生労働省から発出されている事務連絡、新型コロナウイルス感染症の検査に関する行政検査について基づき、県において実施することとなっております。で、この検査の流れといたしましては、まず感染を強く疑う方について、県厚生センターに設置されている帰国者接触者相談センターに電話でご相談をいただき、その結果、受診の基準に該当した場合において、県厚生センターが帰国者接触者外来と連絡調整をした後、帰国者接触者外来を受診し、その際、受診先の医師の判断により、検体を採取するとともに、医師より感染症法に基づき、疑似症として県厚生センターへ届け出がなされ、県衛生研究所において、採取した検体の PCR 検査が実施されることになっております。検査の結果は、おおむね1日で判明するとされております。県衛生研究所では現在、1日最大20検体の検査を受け入れすることが可能とされております。また、県の公表によると、3月5日時点で1月30日以降、検査済みの件数は34件であり、すべて陰性であります。この件数につきましては、毎日更新がされるものであります。で、3月5日時点では、帰国者、接触者外来以外の市内医療機関での PCR 検査につきましては、現在、実施をしておりませんが、すでに入院中で移動が困難など、特別な事情がある場合には、例外的に実施するとされているところであります。また、新聞報道によりますと、厚生労働省から PCR 検査に関し、公的医療保険の適用対象にすると発表があったとされております。で、この発表によれば、6日から PCR 検査については、帰国者、接触者外来以外の医療機関においても、医師が必要と判断をすれば、県厚生センターを通さずに、検査の実施が可能となるとのことであります。
正式な通知が届いてはおりませんが、詳細が分かり次第、市民に向けて受診方法、それから検査の流れについて周知をするなど、適切に対応をしてまいりたいと考えております。4点目は、医療機関との連携についてで、これはしっかり取れているかとのお尋ねでございます。現時点では、新型コロナウイルス感染症が疑われる方については、県の厚生センターと帰国者接触者外来を有する医療機関が連絡調整を行っております。今後、感染が拡大した場合には、国の新型コロナウイルス感染症対策の基本方針に基づいて、県厚生センター、市医師会と情報共有及び協力を得て、適切な医療提供、検査が維持されるよう体制づくりを図ることといたしております。また、医療機関が混乱することのないよう、市民の方に対しまして、正しい情報提供を行ってまいります。5点目は、対策本部を立ち上げてからの活動内容についてのお尋ねでございます。本市における新型コロナウイルス感染症対策につきましては、先月2月21日に石川県において感染者が発生したことに伴い、翌日22日に私が本部長となる小籔市新型コロナウイルス感染症対策本部を設置をしたところであります。で、現在、対策本部内に第一次配備として、総務課、健康福祉課、小籔消防署による連絡体制を整えており、合わせて健康福祉課には、市民の健康相談窓口を開設をしたところであります。また、今後の状況の推移によりましては、本部長の発動に基づき、第二次配備として、前科による連絡体制を整えることといたしております。で、対策本部設置後における活動等につきましては、まず2月27日の第2回本部会議において、市主催のイベント等の開催については、不特定多数の来場、参加等が見込まれるもの、接触機会が多い、または機密性が高い会場で開催をするもの、重症化の恐れが高い高齢の方などを対象としたものにつきましては、3月15日まで原則中止、または延期とし、また外部関係団体主催のイベント等につきましても、中止また延期を要請することといたしました。合わせて職員の出張につきましても、感染地等への緊急性の低い出張は自粛することといたしました。また、2月28日の第3回本部会議では、子どもたちへの感染拡大防止のため、市内の小中学校につきまして、3月2日から臨時休校とすることといたし、また3月6日には第4回本部会議を開催し、小中学校の卒業式の対応などについて確認を行ったところであります。このような対策本部会議での決定事項や感染予防対策等につきましては、市ホームページや市ケーブルテレビ等において、随時周知を行うとともに、砺波厚生センター小籔市長や市医師会など、関係機関と連携をし、啓発チラシを配布するなど、いち早く市民の皆様方に最新の情報をお伝えする体制を整えているところであります。本市といたしましては、今後とも事態の推移を注視しつつ、国や県などからの情報収集と連携強化に努め、市民の皆様方の安全安心の確保のため、市と関係機関が一丸となって取り組んでまいりたいと考えております。ご質問の3点目は、総裁費無料化についてのお尋ねでございます。議員ご指摘のとおり、岡山県玉野市では、市民による有形無形の貢献に対して、最後に少しでも報いるために、昭和48年から総裁費無料制度が設けられております。
また玉野市が所有する祭壇の使用貸し出しをはじめ、霊柩車や待合室などの施設の使用や葬祭付属品などが無料とされているところであります。本市の火葬にかかる使用料につきましては、平成29年度に適正な受益者負担を検討する観点で全庁的に使用料の見直しを行った中で、近隣自治体の水準や受益者の負担などを総合的に勘案し、1体あたり大人1万5000円、12歳未満の少人1万円に据え置くことといたしました。本市の現在の火葬場は、平成6年度から供用を開始しており、25年目を迎える令和元年度に、今後の火葬炉やバーナー、制御盤等の老朽化に伴う改修費用を見込んだ長寿命化計画を策定したところでございます。しかしながら、この計画を着実に実施するには、多額の改修費を要するなど課題も抱えており、平成30年度決算ベースで828万円余りの火葬場使用料につきましては、その改修の貴重な財源と考えており、現状での無料化は難しいと考えております。で、議員により、ご提案がございました市民による有権系の貢献に報いるための小矢部市ならではの事業につきましては、これから対処交渉の観点から慎重な検討も必要でございますので、今後十分検討をさせていただきたいと考えております。ご質問の4点目は、公営住宅の空き室について、特に市営住宅に空き室が目立つが、対応策はどうかというお尋ねでございます。本市の市営住宅につきましては、セーフティーネットを目的に、低所得者層を入居対象とした公営住宅と、定住促進を目的として、中堅所得者層を入居対象とした特定公共賃貸住宅の2種類がございます。で、公営住宅の空き室状況につきましては、本年2月末時点で管理戸数108戸のうち、入居済みは102戸であり、空き室は6戸となっております。今後も引き続き対象となる方に向けて、入居案内を行うとともに、良好な維持管理に努めてまいります。次に、特定公共賃貸住宅の空き室状況でございますが、本年2月末時点で、安井町第一住宅においては、管理戸数28戸のうち、空き室が9戸、いすり住宅においては管理戸数12戸のうち空き室が6戸となっております。総数40戸のうち15戸が空き室となっており、これまでにも継続して入居募集を行っておりますが、近年は応募が少ない状況であります。で、要因といたしましては、特定公共賃貸住宅は所得等による入居制限がないことから、民間賃貸住宅と同程度の家賃設定となっております。近年本市において増加をしております新しい民間賃貸住宅と入居対象者が重複し競合しているためというふうに考えられます。で、このことから広く空き室があることを周知するため、例えば三井アウトレットパーク北陸小矢部のご協力をいただきまして、先月2月13日にテナント各店舗の責任者による店長会議がございましたけれども、その場において各店舗の従業員向けに市営住宅の入居者募集のチラシの配布を行ったところであります。特定公共賃貸住宅につきましては、引き続き良好な維持管理に努めるとともに、入居率の改善について努力をしてまいりたいと考えております。以上、沼田議員によります会派清流の代表質問の答弁とさせていただきます。議長、15番沼田信義君。本当に丁寧な説明をいただきまして、ご回答いただきましてありがとうございました。
まず市の財政ですけれども、財政の健全化に向けて、今後とも努めていっていただきたいと思います。交際費比率が 17% ぐらいで推移する、そして徐々に下がっていくと言われますけど、あくまで予測でございますんで、少なくとも 10% 前後を目指すように努力していただきたいのと、将来負担比率350以下であれということでございますが、多くの自治体は100前後であると理解しております。市もそれにやはりなるように、他の市町村と遜色ないような、財政運営を行っていただきたいと思っております。そしてまたコロナウイルスに関しましては、本当にどうなるかわからない、暗中模索な中で、一生懸命取り組んでおられる姿勢も分かりました。今後とも県、国、そして市民と一緒になって、この難関を乗り越えていっていただきたい。議会も2月の27日に、対策本部を議長を中心に立ち上げております。市民、県民、国民一体となって、このコロナウイルスに戦っていかなければならない現状ではないかなと思っておりますので、皆さん一緒に頑張ってまいりましょう。以上で私の代表質問を終わります。